というわけで最終話だぜ。このあららぎカレン、全力を込めてというわけるぜ。もう勢いでしか生きていないな、君は。そりゃもう生きてしか勢いでないと言うべきですよ、カンバル先生。いや、カレンちゃん、あららぎ先輩や戦場ヶ原先輩に対する私でもそこまでわけわからなくはなかったと思うぞ。あ、いや、どうだったかな、中学生の頃の私って。こうだったかな。なんだか最終話っぽい出だしですね。当たり前ですけど。まあな、あんな明るくてポップなプラチナディスコも物寂しげなアレンジだ。だいぶニュアンスが変わっちゃうもんですね。月日ちゃんのこの辺の詳しい事情って、私はともかくとして、君が知ってしまっていいものなのかな。ああ、大丈夫です。テレビ放映時に見て知ってますから。それどうなんだ、妹に対する情報をテレビで知るって。え、でも知識って大体テレビで得るでしょ。今時珍しいテレビっ子だな、君は。カンバル先生の家にはテレビは111台あると聞きましたけれど。それは盛りすぎだ。111台はない、11台かな。私の部屋の中に限ればだが。だとすると家全体では111台あるでしょ。いや、今テレビって冗談みたいに根崩れしているからな。正直見ていて不安になる。この大きさのテレビをこの値段で売ってしまっていいのかって。いや、それはテレビに限らないけれど、どこで誰が採算を取っているのかわからない商品が現代には多い。あ、あららぎ家には何台のテレビがあるのだ。いや、全然ですよ。数えるほどしかないです。数えるほどあれば本来十分だろう。というか、この辺の説明、怪シデノドリについての説明って、カレンちゃんどのくらいまで理解できたんだ。あ、全然だろうな。理屈とかいいんですよ。兄弟ってやつは血ではなく魂でつながってるもんなんですから。それっぽいことを言うな、君は。けれどちゃんと意味があるのか、その言葉には。私が求めるのは意味ではなく面白みですね。またそれっぽいことを。いや、私も数々の年下の女子中学生を相手取ってきたものだけれど、君みたいなタイプにはなかなか出会ったことがないな。数々の女子中学生を相手取ってきたって。あ、ごめん、失言だ。今のは荒垣先輩には伏せておいてくれ。オープニングだぜ。アレンジの後に聞くと、そしてこれが最終話だと思ってみると、また違うニュアンスの映像に見えてくるな。なんとなくだけれど、君はさっきから最終話にこだわるな。いや、そんなことはないつもりですけれど。あ、でも最終話ってのは好きですよ、テレビっ子としては。ラテ欄に終わりって文字がついてる番組があったらまず見ますもん。最終話マニアか。アニメもドラマも最終話が一番面白いでしょ。カレンちゃん、君はあれか、推理小説を解決編だけ読むタイプだったりするのかな。だけってことはないですけれど、本はエピログから読みますね。どんな読書だよ。だって最初にオチを知っていれば最後どうなるのかとか、そういうことを気にせずに読めますし。まあ、もろ手を挙げて賛成はしづらいけれど、しかし理屈としてはわからないでもないか。今はそんなことをしなくなったけれど、私は子供の頃、小学生くらいの頃かな、漫画は最新刊から逆に読んでいた。最新刊から逆に？ 5、4、3、2、1、0 とですか？ゼロ巻なんてないけどな。どうしてそんなことを。いえ、カンバル先生のやることに間違いはありませんが、今のところ不明の輩である私にしてみれば謎の行動であることは否めません。不明の輩って、あ、いや、実は単純な話だ。逆に、逆の逆に、一巻から買い始めると続きが気になるだろう。だからあえて物理的に続きのない最新巻から買っていたというわけだ。まあ、作者の人も引きで続きが気になるようには作っても、小前を気になるようには作らないでしょうからね。さて、 A パートだな。着々と終わりに近づいていくわけだが、ああ、ここでカレンちゃんの登場なのか。誰だこいつは。誰だこの髪の短い女は。兄ちゃんがまたうちに女を連れ込んだのか。またってなんだ、君の兄ちゃんをプレイボーイみたいに言うな。そしてこの髪の短い女は君自身だ。あれ、これ私じゃん。新しい私、略して私じゃん。略せてないぞ。というかカレンちゃん、自分が髪を切ったことを忘れるなんてことがあるのか。ポニテ時代が長かったからかな。私にとってポニテは体の一部だったんだ。そうは忘れられないんだぜ。その体の一部を君は家のキーで引きちぎったのか。自転車のキーの方が良かったですかね。何が良かったんだ。あ、そう、切れ味ですかね。そもそも君は自転車に乗るのか。全然、自転車は兄ちゃんの乗り物です。走った方が早いもん。本当、勢いだけの受け答えだな、君は。あ、でも君がここで着ている服って自転車用チャージなんだよな。そうだですよ。だぜっすよ。どんな敬語だ。だぜとですよが混じったぜ。自転車に乗らないのに自転車用チャージを持っているのか。ジャージ好きすぎるだろう。いやいや、カンバル先生、ジャージは好きとか嫌いとかじゃないですよ。ジャージはジャージです。聞こうか、君はどうしてジャージがそんなに好きなのかな。だから好きとか嫌いとかじゃないんですって。
強いて言えばジャージのジャーンって感じの名前が好きなんです。想像を絶する浅さだったな。だと思えばこのシーンの君の深さもまた想像を絶する。死ねるよって死生観が羽川先輩並みのハードさだ。翼さんってそうなんだ。まあニュアンスは結構違うし、あの人の場合は、あ、いや、画面に出ていない人の話をするのは良くないかな。下手をすればお前が言うなという話になりかねないし。イエーイ、翼さん大好き。いきなり告白するな。いや、言いたいことは言える時に言っておかないと。今のどこが言えるタイミングだったんだ。あ、そうだ、ひょっとすると前回の副音声とかで話しているかもしれないけれど、聞いておこうか、カレンちゃん。お、何ですか。何でも聞いてください。いや、むしろ聞くまでもありません。カンバル先生に質問する手間を取らせる荒々木カレンではございません。カンバル先生が聞きたいのは私の足のサイズ。聞きたいけどな。あ、うわー、兄ちゃんが月日ちゃんにチューしたぜ。ファイアーシスターズ、カレンと月日のファイアーシスターズだけに火曜日で、だからチューズデイだからってチューしたぜ。そんな込みった理由でチューしたんじゃないと思うぞ。込みった理由もないのにチューしたんですか。あー、いや、でもここはそうだとしか言えないな。強いて言えばチューしても何も感じないことを確認するためにチューしたのかな。すみません、カンバル先生、全然意味がわからないんですけれど、風邪を治すために私にチューしてくれたのと似たようなものですか。チューしてくれたという言い方がやや怖いが。で、カンバル先生、質問って何ですか。チューについてはもういいのか。切り替えすぎだろ。 25! ん、ああ、足のサイズか。バカの大足、間抜けの小足、中途半端はろくでなしと言いますけれど、25は大きいのかな、小さいのかな。さあ、君の身長からすれば適切じゃないのか。で、カンバル先生のサイズは。私が恥ずかしいの我慢して教えたんですから、カンバル先生の教えてくださいよ。 B カップですか、C カップですか。足のサイズにカップがあるか。よく考えたら靴下って下着なのに結構丸見えでエロいですよね。この私でも思ったことのない視点だな。絶対領域とかおっしゃる方々がいますけれど、違うだろうと。その領域を形作るソックスの方がエロいだろうと不明の輩である私は思うわけですよ。不明の輩という言葉が気に入りすぎだろ。こうなると裸足という言葉と裸という言葉の相似もなんだか因縁的だぜ。因縁という言葉も安くなったな。いや、そもそも裸足という漢字に裸という文字が含まれているのだから似ていて当然だろ。おっと、来たぜ。なんだいきなり。いや、君がいきなりでなかったことは今のところ一瞬もないけれど。そりゃあもう日本三大いきなりと言われる私ですからね。三大いきなりってなんだ。残る二人のいきなりは誰なんだ。兄ちゃんと月日ちゃん。確かにかなりいきなりの二人だけど、だったらもう熊本名物いきなり団子とかけてくれた方が分かりやすかったと思うが。で、何が来たんだ。この曲ですよ、この曲。私この曲大好きなんです、この BGM。 インストに感動するって私みたいな年じゃ珍しいんですけれど、これは来ましたね。まあ確かにいい出立のメロディーだな。これから七に赴く荒々先輩を見事に演出している。そうですね、これから湿地に赴く兄ちゃんを。湿地には赴かない。おっと、これはこれは湿地だけに失言でしたね。うまいのかもしれないけれど、うまいだけだな。日本最大の失言、釧路失言ですね。付け加えられたところで、釧路失言って一巻の副音声で、いやいや裏音声で月日ちゃんも言っていたけれど、何なんだ。君たちは釧路失言に何か縁でもあるのか。私がいつか七に赴く時にもこの BGM を流してほしいもんだぜ。いつか七に赴くのか君は。七に旅行する時でもいいけどな。あれ、そういえばカンバル先生、質問って結局何だったんですか。本当に話せずにここまで来てしまったな。 A パートが終わろうというのに。じゃあ続いて D パートだぜ。 A の次は B だ。というわけで D パートだぜ。なぜ修正しない。私は間違いってやつを認めないんです、正義ですから。間違いを認めないのと間違いを認めないのとは全然違うだろう。あ、言葉を忍ぶと書いて認めるか。忍ちゃんは大きくなるとかなり印象が変わるな。そうだな。待てよ、忍ちゃんや荒々先輩が繰り広げるここからのバトルはカレンちゃんに見せていいものだったっけ。月日ちゃんのことはあらかじめ知っていたとしても。どうしたの、カンバル先生。何何。このバカっぽさから考えると多分大丈夫か。なあカレンちゃん、今しのぶちゃんが大きくなったのを君はどういう風に解釈している。あ、成長期。よし大丈夫。でもそもそもしのぶちゃんのことをどう理解しているんだっけな、この子は。いやー、それにしてもいいジャージを着てるな。ジャージしか見ていないのか。だったらもう何の心配もいらないな。
ガンバル先生、ガンバル先生、忘れないうちに質問とは何だったのかってことを教えてほしいんですけれど。いや、これは月日フェニックスというよりはカレン B に関係する話になってくるのだけれど、そもそも羽川先輩とファイアーシスターズってどういう馴れ初めなのだ。馴れ初め、荒木先輩もファイアーシスターズと羽川先輩のつながりをその時まで知らなかったみたいだけれど、結局そのあたりって少なくとも本編では説明されていなかったようだし。馴れ初めって言葉なんかエロい。私の話を聞いてくれているかな、カレンちゃん。多分慣れるって言葉がエロいんだと思います。これは慣れ不慣れの慣れじゃなくて慣れ寿司の慣れを連想するからですね。慣れ寿司がエロいという発想も私を超越しているな。いやいや、不明の輩である私なんてカンバル先生の足元にも及びませんよ。ひょっとして君、本気で不明の輩を正しい言葉だと思って使っていないか。え、それ不定の輩だぞ。悲鳴だ。これは恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしい。誰か今すぐ私を殺せ。これはもうチェストとチェリオを間違えた波に恥ずかしいぜ。コラボするな。あっちとこっちを勝手に繋ぐな。はあ、不定の輩を勘違いして覚えてしまっていたなんて。これぞまさしく。これぞまさしくという振りは空振り率が高いの法則。これぞまさしく不定野郎だといったところでしょうか。まあ確かに不定な。それはともかく慣れ寿司はエロいですよね。立ち直って戻した話がまずそこか。画面では君の兄ちゃんがシリアスなバトルに入ろうとしているというのに、君は慣れ寿司がエロい話を続けるのか。画面がシリアスであればあるほど中学生はエロくなるんです。すごい設定だ。寿司といえばこの世で一番エロティックな魚はアイナメだと思うんですが、いかがでしょう。名前だろ、名前だけだろ。多分君はアイナメがどんな魚かも知らないだろ。カサゴ目アイナメ科の甲骨魚ですよ。白身魚です。なんで詳しいんだ、なんで魚に詳しいんだ君は。ツキシちゃんが鳥なら私は魚だぜ。虫だったろ。虫って言われ方をするとなんかあれだな。せめて昆虫って言ってくださいよ、カンバル先生。しかし昆虫は強いイメージがあるけれどな、実際蜂とか相当怖いだろう。1対1でも勝てる自信がないぞ。そうですか。私子供の頃よく蜂の巣で遊んでましたけど。そんなことしてるから蜂に刺されたのかもな。え、蜂に刺されたって何です。私はあの詐欺師野郎に何かされただけですよ。カレン B っていうタイトルは私のジャージの柄が蜂っぽいからついているタイトルなんでしょ。君にはもう何を言ってよくて何を言っちゃダメなのかわけが分からなくなってくるな。で、蜂の巣で遊んだらどんなことになったんだ。文字通り蜂の巣にされましたけどね。笑い事では絶対にないぞ。アナフィラキシーショックとか大丈夫だったのか。アナトールフランスが何か。すごい聞き間違いをしたものだ。ただね、蜂に限らず虫の巣とか見てるとは思うんですよね。人間ってこんな風にアニメを作ったりしながら社会を形成して生きているわけですけれど。その言い方だとアニメを作ることが人間の主な仕事みたいだが。それももっとこう巨視的な巨大な存在から見れば巣の中でごちゃごちゃやってるだけにしか見えねえのかなって。地球とか宇宙とかが巣に見えちゃう存在がいたら、人間ってそれこそ虫みたいなものなんじゃねえのかなって。急に深いことを言い出すな。義理の妹なんざ。同時に画面では兄ちゃんが別の意味で深いことを言っているし。義理の妹っていうよりギリギリの妹って感じだな。急に浅くなった。あっさりと浅はかになった。あさり、いや貝には詳しくねえな私。潮干狩りだけに。潮干狩りだけにという言葉の意味が謎すぎるが。潮干狩りって浅瀬でするでしょ。話が飛びすぎだ。戻していいか。いや、どこに戻せばいいのか今となっては見当もつかないけれど。ファイアーシスターズと翼さんの馴れ初めでは。よく覚えていたものだ。ただ馴れ初めの方は忘れました。意味がないな。意味よりも面白みに面白みを置くカレンちゃんです。それを言うなら重きを置くだろう。それを言うならというツッコミもいざ口にしてみるとなかなかベタで照れくさいものがあるな。ああ思い出しました、馴れ初め。うん、いや正直もう話が左右に触れすぎてそんなに興味がなくなってきた感じもあるのだが、思い出したのなら聞かせてくれ。ほら翼さんは。草が一個多いぞ。失礼、噛みました。違う、わざとだ。かれんました。確かにかれんちゃんらしいが。カンバル先生の場合はカンバル見ましたですかね。うわぁ、画面じゃ兄ちゃんフルボッコだな。どんな罪を犯したら人間ここまでボコボコにされるんだろう。あ、そっか、この兄ちゃんは妹二人にチューするという悪行を犯したんだった。天罰天罰、かけないさん、もっとやっちまえ。これは妹のために戦っている兄の図なのだが。いや、カレンちゃん、君に話す気がないのなら今やもう誰も聞かないぞ。ファイアーシスターズと羽川先輩の馴れ初めは。カンバル先生、自分から振ってきておいてそれはないぜ。で、馴れ初めは。事件があったんですよ。
そもそも翼さんって兄ちゃんの家庭教師として私んち、つまり荒良木家に頻繁にいらっしゃってたんです。羽川先輩の場合は図書館で荒良木先輩に勉強を教えていたと聞くが。ねえ、だからその後出かけてはいましたけれど、まず翼さんはうちに兄ちゃんを迎えに来るんです。至れり尽くせりすぎる家庭教師だな。羽川先輩の場合はまるで別の場合があるような言い方ですけれど。え、戦場ヶ原先輩のことを君は知らないのか。怖い名前の人ですね。誰ですそれ。今まで何度か名前を出しているはずなのだけれど、君はどのレベルで私の話を聞き流しているんだ。あ、でも戦場ヶ原先輩の家庭教師は結構こそこそやっているという話だったかな。彼氏彼女関係秘密だったはずだし。彼氏彼女やだな、ガンバル先生。兄ちゃんに彼女なんていませんよ。まだ紹介してもらっていないのか。エンディングらへんでそんな話があったけれど。紹介はしてもらいました。でもいません。ゾワ。で、縁の始まりはそんな感じだったんですけど、その後事件があって翼さんに助けてもらったりして、その後仲良くなったって感じです。いやー、今回も迷惑かけちゃって申し訳ない限りだぜ。いや、もはや私の興味は君の戦場ヶ原先輩に対するスタンスの方に移っている。紹介してもらったのにいないってどういうことだ。兄ちゃんに彼女なんていません。今も昔もいません。いてはいけません。あの人は雇われた役者さんです。もう兄ちゃんたら見栄を張っちゃって。兄弟関係が危機迫りすぎだろう。女の子が壁にめり込んでる。どんな悪者の仕業だ。正義の血が騒ぐぜ。あの子が月日ちゃんの上半身をぶっ飛ばしたことを君はもう忘れてしまったのか。便利な記憶力だな。戦場ヶ原先輩のことを忘れていることといい、本命の兄貴なんて燃えるだけだぜ。この場合の義理の対義語は本命ではない。ああ、これは義理チョコ、本命チョコ、逆チョコ、友チョコの義理だったか。逆チョコと友チョコってそこまで普及してたかな。でもカンバル先生はいっぱいもらってるでしょ。私がもらっているのは本命チョコばかりだがな。ちなみにファイアーシスターズはどうなんだ。立場上女子にモテそうだが。チッチッチ。漫画ではよく見るが、実際にやられるとかなり腹の立つリアクションだな。得意げに指まで振られるとなおさらだ。チッチッチ。なんで腹が立つって言われたことを繰り返すんだ。ファイアーシスターズは炎だけに熱いので、チョコを渡したら溶けちゃいます。言うことも腹立たしいし。予想以上に強いな、影の井さん。人類の強さではないよな。この人の方が怪異っぽい。あ、いや、怪異より強いのか、陰陽師なんだから。どうして陰陽師が兄ちゃんをボコボコにしているんでしょう。君の理解力というか読解力というかはアニメの作りがいがないな。そりゃ私は確かに読解力ってやつが弱いかもしれないけれど、でも視聴者にそこまで高いリテラシーを求められても困りますよ。アニメやドラマを見たり、漫画や小説を読んだり、あるいはゲームとかをしたりって基本娯楽なんですから、前提となる知識を求められても困りますよ。求められても。求められてもでした。乙女ゲーのことばっかり考えてたらつい。ゲームとかしたりの下りのゲームは乙女ゲーのことだったのか。何、カレンちゃん、君そういうゲームで私と語り合えるやつなのか。初めて私に好印象を持ってもらえたぜ。今度私の部屋に来なさい。いろんな本を見せてあげよう。わーいだぜ。このエピソードでうちに遊びに来てくれた時は外で遊んだからな。今度は家の中で健康的に遊ぼう。荒良木先輩には殴られるかもしれんが、そのくらいのリスクは私も犯そう。しかし乙女ゲーとギャルゲーってよく考えたら同じ言葉だよな。中身は全然違うのに。乙女られてもという言葉は何とかして流行らせたい気もしてきたな。どういう意味を付与させるかにもよるけれど。乙女ゲーの話をしているうちにそろそろ番組終了も近づいてきているみたいだぜ。残り5分くらい。ああ、場面のクライマックスだしな。難しい話をしているな、兄ちゃん。わけわかんねえや。蒸し返すようでなんだけれど、このくらいの話をわけがわからんとか言っていて、君は学校の勉強とか大丈夫なのか。はっ、社会なんて学校の勉強の役に立たねえぜ。ものすごいセリフだ。間違えた、言い直すぜ。どうぞ。社会の勉強なんて学校の役に立たねえぜ。それは立つだろう。立ちますね。最後の副音声がこんな感じでいいのかな。はっ、そういえば最終巻の副音声をどうして私たち二人で行うのかという話をまだしていなかったことをギリギリで思い出せたぞ。いやー、カンバル先生、それも説明しなくていい気もする時間ですけれど、そんなことを説明している時間がもったいないというか。君が言うな。私が説明しようとするのを散々邪魔した君が言うな。私がこの後戦場ヶ原先輩と荒木先輩と羽川先輩にどれだけ怒られると思っているんだ。そんなに多方面から怒られるんですか。大好きなカンバル先生にあんまりこういうことは言いたくはありませんけれど、それはもう今回の件だけじゃなく
普段からの行いが原因なんじゃないですか。その通りすぎて言葉もないな。さて、どうして最後の副音声が私たち二人だったかといえば、これは実は消去法とバランスだったというのが真相なのだ。消去法とバランスですか。やっぱりアニメ偽物語はファイヤーシスターズの物語だから、最後はやっぱりファイヤーシスターズに締めてもらいたいところだったのだけれど、さすがにこの話を月日ちゃんに見せるわけにはいかないから、君たち二人は第4巻を担当することになったのだ。え、でも月日ちゃん最終話テレビで見てたぜ。大丈夫なのかそれ。私と一緒によくわかんねえなって言ってた。知らないぞ。いや、今大丈夫だってことは大丈夫だったんだろうけれど、自分の正体をアニメ番組で知るとかないからな。で、ファイアーシスターズがなければどうして私たちなんですか。副音声といえば翼さんじゃないですか。羽川先輩に背負わせすぎだろう。バランスというのは、月日ちゃんは第1巻の裏音声と第4巻とで2回出ているのだから、ペアのカレンちゃんも2回出るべきだという話になる。じゃあカレンちゃんは決定で、その相方を誰にするかとなれば、これはもう月日ちゃんしかいねえですよ。だからそうなったらバランス崩れっぱなしだろうか。なでこちゃんとカレンちゃんじゃ縁が薄いし、戦場ヶ原先輩は言わずもがな、迷いちゃんもしのぶちゃんもないだろうとなると、月日ちゃんしかいねえな。人の話を聞きたまえ。いいか、聞きたまえ。聞いた上での結論ですけれど、じゃあカレンちゃんを飛ばした話を進めるけれど、私の存在を飛ばさないでください。こうなると残りは荒木先輩か羽川先輩、そして私の3人ということになるのだが、この中で最初に候補から外れるのは荒木先輩だろう。なんで、むしろ一番の候補じゃないですか。いや、そうなんだけれど、それゆえにだよ。荒木先輩がカレンちゃんとコメンタリーったのに月日ちゃんがしていないというのは公平感に欠けるだろう。いいじゃないですか、そんな公平感くらい欠けても。私はお姉ちゃんなんだから、それなりに得をするべきだぜ。すごい発想だな。まあ実際私と兄ちゃんが副音声をつけていたらマジ喧嘩になっていたかもしれねえけど、二人で話すと喧嘩になることが多いんだよな。だから三人以上でしか会わないように最近は気をつけてるんだ。それ本格的に不仲な兄弟じゃないか。で、翼さんとカンバル先生との二択になって、どうしてカンバル先生が選ばれたんですか。さっきも言いましたけれど、副音声といえば翼さんのはずなのに。だからそれも公平感ということになるんだよ。馴れ初めについていろいろ聞いたけれど、羽川先輩とファイヤーシスターズの縁は二人揃ってのものだろ。つまりカレンちゃんが羽川先輩と副音声をしたのに、月日ちゃんが羽川先輩と副音声をしていないというのでは成り立たない。だからこそ第1巻で月日ちゃんがなでこちゃんと裏音声をしたように、最終巻でカレンちゃんとのみ縁を持つ私が選抜されたのだ。わかったかな。わかりません。残念な結論だ。さて、そんな副音声もそろそろおしまいだぜ。楽しんでいただけたかな。戸惑ってはいただけたと思うが、いい加減この副音声っていう企画も限界なんじゃないかと私は思わなくもないな。こういういいシーンにだな、こんな雑談をひっつけることに果たして生産的な意味があるのだろうか。カンバル先生に言われたら副音声も本当におしまいですね。どれくらいの人が聞いてくれているのかってことなんだ。そもそも視聴者の皆様のうち何割が気づいているんだろう、副音声の存在に。知らないって人結構いるみたいなんだよな。ああ、それ月日ちゃん落ち込んでましたね。裏音声の存在本当に気づかれてなかったって。でもって気づいた人からはなでこちゃんをいじめるなって怒られたって。踏んだり蹴ったりとはこのことだって。まあ月日ちゃんは本当に踏んだり蹴ったりだったな。カレン B でも月日フェニックスでも。でもこの次のアニメである猫物語かっこ黒においては、おいでは一応出番はあります。微妙な表現だな。まあ私はその物語で出番がない身なので素直に羨ましがっておくが。いえいえ、出番がないとは限りません。副音声で呼ばれるかもしれませんよ。いや、本編で出番がないのに副音声で呼ばれ始めたら、いよいよ副音声の意義が不明になってくる。不明の輩というわけですね。勘違いを持ちネタみたいにしてごまかした。まああんまり先の話をしても仕方ありませんよ。人間明日死ぬかもしれないんですから。次のアニメの話なんて。すごく刹那的な人生観だな。 B パート終了だぜ。エンディングは最終回仕様だな。そうですね、私こういうのが好きなんです。最終話のこういう締めの雰囲気が好きなんです。まあわからなくもない。もちろん最終話とはそれまでの積み重ねがあってこそのものだとは思うけれど。さて、ではカンバル先生、締めの言葉をお願いします。いや、私が締めるのはおかしいだろ。おかしくても指名させていただきます。それが私の使命です。うまく言えば意見が通るわけじゃないのだぞ。私の使命は荒木カレンです。そこまでいくともううまくもないしな。カンバル先生に締めていただけないのであれば私が締めるしかなくなってきますけれど、よろしいんですか。カンバル先生を差し置いて不足の輩である私ごときが。不足の輩って、
いよいよ何を言っているんだか。よろしいんですか。私がやるよりはよろしいと思うぞ。ではアニメ偽物語第1話から第11話までカレン・ビーと月・フェニックス、私たち荒々姉妹ファイヤーシスターズのお話をご覧いただき誠にありがとうございました。コンセプトの話をすると、前作のアニメ化け物語と比べて今回は日常編という感じだったのですが。すごい日常だけどな。まあ明日死ぬかもしれない人生だからこそ、今日を精一杯楽しんでいきたいものです。今日が楽しければ明日もなんとかなるでしょう。このアニメを見たあなたの今日が少しでも幸せなものであれば、私たちも本命です。本望な。本望です。じゃあこんなところで、お相手はカンバルスルガと、何もいいことなくても楽しい荒木カレンでした。私よりポジティブだなものなんじゃねえのかなって。急に深いことを言い出すな。義理の妹なんざ。同時に画面では兄ちゃんが別の意味で深いことを言っているし。義理の妹っていうよりギリギリの妹って感じだな。急に浅くなった。あっさりと浅はかになった。あさり。いや、貝には詳しくねえな私。潮干狩りだけに。潮干狩りだけにという言葉の意味が謎すぎるが。潮干狩りって浅瀬でするでしょ。話が飛びすぎだ。戻していいか。いや、どこに戻せばいいのか今となっては見当もつかないけれど、ファイヤーシスターズと翼さんの馴れ初めでは。よく覚えていたものだ。ただ馴れ初めの方は忘れました。意味がないな。意味よりも面白みに面白みを置くカレンちゃんです。それを言うなら重きを置くだろう。それを言うならというツッコミもいざ口にしてみるとなかなかベタで照れくさいものがあるな。ああ思い出しました。なれそめ。うん。いや正直もう話が左右に触れすぎてそんなに興味がなくなってきた感じもあるのだが、思い出したのなら聞かせてくれ。ほら翼さんは。差が一個多いぞ。失礼噛みました。違う、わざとだ。カレンました。確かにカレンちゃんらしいが、カンバル先生の場合はカンバル見ましたですかね。うわぁ、カメンちゃん兄ちゃんフルボッコだな。どんな罪を犯したら人間ここまでボコボコにされるんだろう。あ、そっか、この兄ちゃんは妹二人にチューするという悪行を犯したんだった。天罰天罰。かけるいさんもっとやっちまえ。これは妹のために戦っている兄の図なのだが、いやカレンちゃん、君に話す気がないのなら今やもう誰も聞かないぞ。ファイヤーシスターズと羽川先輩の馴れ初めは。カンバル先生、自分から振ってきておいてそれはないぜ。で馴れ初めは。ですね、事件があったんですよ。そもそも翼さんって兄ちゃんの家庭教師として私んち、つまり荒木家に頻繁にいらっしゃってたんです。羽川先輩の場合は図書館で荒木先輩に勉強を教えていたと聞くが。ねえ、だからその後出かけてはいましたけれど、まず翼さんはうちに兄ちゃんを迎えに来るんです。至れり尽くせりすぎる家庭教師だな。お、羽川先輩の場合はまるで別の場合があるような言い方ですけれど。え、戦場ヶ原先輩のことを君は知らないのか。怖い名前の人ですね。誰ですそれ。今まで何度か名前を出しているはずなのだけれど、君はどのレベルで私の話を聞き流しているんだ。あ、でも戦場ヶ原先輩の家庭教師は結構こそこそやっているという話だったかな。彼氏彼女関係秘密だったはずだし。彼氏彼女。やだなカンバル先生、兄ちゃんに彼女なんていませんよ。まだ紹介してもらっていないのか。エンディングらへんでそんな話があったけれど。紹介はしてもらいました。でもいません。ゾワ。で、縁の始まりはそんな感じだったんですけど、その後事件があって翼さんに助けてもらったりして、その後仲良くなったって感じです。いやー今回も迷惑かけちゃって申し訳ない限りだぜ。いや、もはや私の興味は君の戦場ヶ原先輩に対するスタンスの曜日で、だからチューズデイだからってチューしたぜ。そんな込み入った理由でチューしたんじゃないと思うぞ。込み入った理由もないのにチューしたんですか。ああ、いや、でもここはそうだとしか言えないな。強いて言えばチューしても何も感じないことを確認するためにチューしたのかな。すみませんカンバル先生、全然意味がわからないんですけれど、風邪を治すために私にチューしてくれたのと似たようなものですか。チューしてくれたという言い方がやや怖いが。でカンバル先生、質問って何ですか。チューについてはもういいのか。切り替えすぎだろ。 25! ん、ああ、足のサイズか。バカの大足、間抜けの小足、中途半端は6で出しと言いますけれど、25は大きいのかな小さいのかな。さあ、君の身長からすれば適切じゃないのか。で、カンバル先生のサイズは。私が恥ずかしいの我慢して教えたんですから、カンバル先生の教えてくださいよ。 B カップですか、C カップですか。足のサイズにカップがあるか。よく考えたら靴下って下着なのに結構丸見えでエロいですよね。この私でも思ったことのない視点だな。絶対領域とかおっしゃる方々がいますけれど、違うだろうと。その領域を形作る、そっ
ックスの方がエロいだろうと不明の輩である私は思うわけですよ。不明の輩という言葉が気に入りすぎだろ。こうなると裸足という言葉と裸という言葉の相似もなんだか因縁的だぜ。因縁という言葉も安くなったな。いや、そもそも裸足という漢字に裸という文字が含まれているのだから似ていて当然だろ。おっと来たぜ。なんだいきなり。いや、君がいきなりでなかったことは今のところ一瞬もないけれど。そりゃあもう日本三大いきなりと言われる私ですからね。三大いきなりってなんだ。残る二人のいきなりは誰なんだ。兄ちゃんと月日ちゃん。確かにかなりいきなりの二人だけど、だったらもう熊本名物いきなり団子とかけてくれた方が分かりやすかったと思うが。で、何が来たんだ。この曲ですよ、この曲。私この曲大好きなんです。この BGM、インストに感動するって私みたいな年じゃ珍しいんですけれど、これは来ましたね。まあ確かにいい出立のメロディーだな。これから七に赴く荒々先輩を見事に演出している。そうですね、これから七に赴く兄ちゃんを。七には赴かない。おっと、これはこれは七だけに失言でしたね。うまいのかもしれないけれど、うまいだけだな。日本最大の失言、釧路失言ですね。付け加えられたところで、釧路湿原って一巻の副音声で、いやいや裏音声で月日ちゃんも言っていたけれど、何なんだ。君たちは釧路湿原に何か縁でもあるのか。私がいつか七に赴く時にもこの BGM を流してほしいもんだぜ。いつか七に赴くのか君は。七に旅行する時でもいいけどな。あれ、そういえば神原先生、質問って結局何だったんですか。本当に話せずにここまで来てしまったな。 A パートが終わろうというのに。じゃあ続いて D パートだぜ。 A の次は B だ。というわけで、だけれど紹介はしてもらいました。でもいません。ゾワで、縁の始まりはそんな感じだったんですけど、その後事件があって翼さんに助けてもらったりして、その後仲良くなったって感じです。いやー、今回も迷惑かけちゃって申し訳ない限りだぜ。いや、もはや私の興味は君の戦場ヶ原先輩に対するスタンスの方に移っている。紹介してもらったのにいないってどういうことだ。兄ちゃんに彼女なんていません。今も昔もいません。いてはいけません。あの人は雇われた役者さんです。もう兄ちゃんたら、見栄を張っちゃって。兄弟関係が危機迫りすぎだろう。女の子が壁にめり込んでる。どんな悪者の仕業だ。正義の血が騒ぐぜ。あの子が月日ちゃんの上半身をぶっ飛ばしたことを君はもう忘れてしまったのか。便利な記憶力だな。戦場ヶ原先輩のことを忘れていることといい。本命の兄貴なんて、燃えるだけだぜ。この場合の義理の対義語は本命ではない。ああ、これは義理チョコ、本命チョコ、逆チョコ、友チョコの義理だったか。逆チョコと友チョコってそこまで普及してたかな。でも神原先生はいっぱいもらってるでしょ。私がもらっているのは本命チョコばかりだがな。ちなみにファイアーシスターズはどうなんだ。立場上女子にモテそうだが。チッチッチ。漫画ではよく見るが、実際にやられるとかなり腹の立つリアクションだな。得意げに指まで振られるとなおさらだ。なんで腹が立つって言われたことを繰り返すんだ。ファイアーシスターズは炎だけに熱いので、チョコを渡したら溶けちゃいます。言うことも腹立たしいし。予想以上に強いな、影の井さん。人類の強さではないよな。この人の方が怪異っぽい。あ、いや、怪異より強いのか、陰陽師なんだから。どうして陰陽師が兄ちゃんをボコボコにしているんでしょう。君の理解力というか読解力というかはアニメの作りがいがないな。そりゃ私は確かに読解力ってやつが弱いかもしれないけれど、でも視聴者にそこまで高いリテラシーを求められても困りますよ。アニメやドラマを見たり、漫画や小説を読んだり、あるいはゲームとかをしたりって基本娯楽なんですから、前提となる知識を求められても困りますよ。求められても。求められてもでした。乙女ゲーのことばっかり考えてたらつい。ゲームとかしたりの下りのゲームは乙女ゲーのことだったのか。何、カレンちゃん、君そういうゲームで私と語り合えるやつなのか。初めて私に好印象を持ってもらえたぜ。今度私の部屋に来なさい。いろんな本を見せてあげよう。わーいだぜ。このエピソードでうちに遊びに来てくれた時は外で遊んだからな。今度は家の中で健康的に遊ぼう。荒木先輩には殴られるかもしれんが、そのくらいのリスクは私も犯そう。しかし乙女ゲーとギャルゲーってよく考えたら同じ言葉だよな。中身は全然違うのに。乙女られてもという言葉は何とかして流行らせたい気もしてきたな。どういう意味を付与させるかにもよるけれど。乙女ゲーの話をしているうちにそろそろ番組終了も近づいてきているみたいだぜ。残り5分くらい。あー、場面のクライマックスだしな。と、君はもう忘れてしまったのか。便利な記憶力だな。戦場ヶ原先輩のことを忘れていることといい。本命の兄貴なんて燃えるだけだぜ。
この場合の義理の対義語は本命ではない。ああ、これは義理チョコ、本命チョコ、逆チョコ、友チョコの義理だったか。逆チョコと友チョコってそこまで普及してたかな。でもカンバル先生はいっぱいもらってるでしょ。私がもらっているのは本命チョコばかりだがな。ちなみにファイアーシスターズはどうなんだ。立場上女子にモテそうだが。チッチッチッ。漫画ではよく見るが実際にやられるとかなり腹の立つリアクションだな。得意げに指まで振られるとなおさらだ。チッチッチッ。なんで腹が立つって言われたことを繰り返すんだ。ファイアーシスターズは炎だけに熱いのでチョコを渡したら溶けちゃいます。言うことも腹立たしいし。予想以上に強いな影の井さん。人類の強さではないよな。この人の方が怪異っぽい。あ、いや、怪異より強いのか、陰陽師なんだから。どうして陰陽師が兄ちゃんをボコボコにしているんでしょう。君の理解力というか、読解力というかは、アニメの作りがいがないな。そりゃ私は確かに、読解力ってやつが弱いかもしれないけれど、でも視聴者にそこまで高いリテラシーを求められても困りますよ。アニメやドラマを見たり、漫画や小説を読んだり、あるいはゲームとかをしたりって基本娯楽なんですから。前提となる知識を求められても困りますよ。求められても?求められてもでした。乙女ゲーのことばっかり考えてたらつい。ゲームとかしたりの下りのゲームは、乙女ゲーのことだったのか。何カレンちゃん、君そういうゲームで私と語り合えるやつなのか。初めて私に好印象を持ってもらえたぜ。今度私の部屋に来なさい。いろんな本を見せてあげよう。わーいだぜ。このエピソードでうちに遊びに来てくれた時は外で遊んだからな。今度は家の中で健康的に遊ぼう。荒ら先輩には殴られるかもしれんが、そのくらいのリスクは私も犯そう。しかし乙女ゲーとギャルゲーってよく考えたら同じ言葉だよな。中身は全然違うのに。乙女られてもという言葉は何とかして流行らせたい気もしてきたな。どういう意味を付与させるかにもよるけれど。乙女ゲーの話をしているうちにそろそろ番組終了も近づいてきているみたいだぜ。残り5分くらい。あー、場面のクライマックスだしな。難しい話をしているな兄ちゃん。わけわかんねえや。蒸し返すようでなんだけれど、このくらいの話をわけがわからんとか言っていて、君は学校の勉強とか大丈夫なのか。はっ、社会なんて学校の勉強の役に立たねえぜ。ものすごいセリフだ。間違えた、言い直すぜ。どうぞ。社会の勉強なんて学校の役に立たねえぜ。それは立つだろう。立ちますね。最後の副音声がこんな感じでいいのかな。はっ、そういえば最終巻の副音声をどうして私たち二人で行うのかという話をまだしていなかったことをギリギリで思い出せたぞ。いやー、カンバル先生、それもう説明しなくていい気もする時間ですけれど、そんなことを説明している時間がもったいないというか。君が言うな。私が説明しようとするのを散々邪魔した気。もう面白いでしょ。カレンちゃん、君はあれか、推理小説を解決編だけ読むタイプだったりするのかな。だけってことはないですけれど、本はエピローグから読みますね。どんな読書だよ。だって最初にオチを知っていれば最後どうなるのかとか、そういうことを気にせずに読めますし。まあ、もろ手を挙げて賛成はしづらいけれど、しかし理屈としてはわからないでもないか。今はそんなことをしなくなったけれど、私は子供の頃、小学生くらいの頃かな、漫画は最新刊から逆に読んでいた。最新刊から逆に。5、4、3、2、1、0とですか。ゼロ感なんてないけどな。どうしてそんなことを。いえ、カンバル先生のやることに間違いはありませんが、今のところ不明の輩である私にしてみれば謎の行動であることは否めません。不明の輩って。あ、いや、実は単純な話だ。逆に、逆の逆に。一巻から買い始めると続きが気になるだろ。だからあえて物理的に続きのない最新巻から買っていたというわけだ。まあ作者の人も引きで続きが気になるようには作っても、小前を気になるようには作らないでしょうからね。さて A パートだな。着々と終わりに近づいていくわけだが、ああ、ここでカレンちゃんの登場なのか。誰だこいつは。誰だこの髪の短い女は。兄ちゃんがまたうちに女を連れ込んだのか。またってなんだ。君の兄ちゃんをプレイボーイみたいに言うな。そしてこの髪の短い女は君自身だ。あれ、これ私じゃん。新しい私、略して私じゃん。略せてないぞ。というかカレンちゃん、自分が髪を切ったことを忘れるなんてことがあるのか。ポニテ時代が長かったからかな。私にとってポニテは体の一部だったんだ。そうは忘れられないんだぜ。その体の一部を君は家のキーで引きちぎったのか。自転車のキーの方が良かったですかね。何が良かったんだ。あ、そう、切れ味ですかね。
そもそも君は自転車に乗るのか。ズンズン、自転車は兄ちゃんの乗り物です。走った方が早いもん。本当勢いだけの受け答えだな君は。あ、でも君がここで着ている服って自転車用チャージなんだよな。そうだですよ。だぜっすよ。どんな敬語だ。だぜとですよが混じったぜ。自転車に乗らないのに自転車用チャージを持っているのか。ジャージ好きすぎるだろ。いやいや、カンバル先生、ジャージは好きとか嫌いとかじゃないですよ。ジャージはジャージです。聞こうか。君はどうしてジャージがそんなに好きなのかな。だから好きとか嫌いとかじゃないんですって。強いて言えばジャージのジャーンって感じの名前が好きなんです。想像を絶する浅さだったな。だと思えばこのシーンの君の深さもまた想像を絶する。死ねるよって死生観が羽川先輩並みのハードさだ。翼さんってそうなんだ。まあニュアンスは結構違うし、あの人の場合は、あ、いや、画面に出ていない人の話をするのは良くないかな。下手をすればお前が言うなという話になりかねないし。イエーイ、翼さん大好き。いきなり告白するな。いや、言いたいことは言えるとしたらまず見ますもん。最終話マニアか。アニメもドラマも最終話が一番面白いでしょ。カレンちゃん、君はあれか、推理小説を解決編だけ読むタイプだったりするのかな。だけってことはないですけれど、本はエピローグから読みますね。どんな読書だよ。だって最初にオチを知っていれば最後どうなるのかとか、そういうことを気にせずに読めますし。まあ、もろ手を挙げて賛成はしづらいけれど、しかし理屈としてはわからないでもないか。今はそんなことをしなくなったけれど、私は子供の頃、小学生くらいの頃かな、漫画は最新刊から逆に読んでいた。最新刊から逆に？ 5、4、3、2、1、0 とですか？ゼロ巻なんてないけどな。どうしてそんなことを。いえ、カンバル先生のやることに間違いはありませんが、今のところ不明の輩である私にしてみれば謎の行動であることは否めません。不明の輩って、あ、いや、実は単純な話だ。逆に、逆の逆に、一巻から買い始めると続きが気になるだろう。だからあえて物理的に続きのない最新巻から買っていたというわけだ。まあ作者の人も引きで続きが気になるようには作っても、小前を気になるようには作らないでしょうからね。さて A パートだな。着々と終わりに近づいていくわけだが、ああ、ここでカレンちゃんの登場なのか。誰だこいつは。誰だこの髪の短い女は。兄ちゃんがまたうちに女を連れ込んだのか。またってなんだ。君の兄ちゃんをプレイボーイみたいに言うな。そしてこの髪の短い女は君自身だ。あれ、これ私じゃん。新しい私、略して私じゃん。略せてないぞ。というかカレンちゃん、自分が髪を切ったことを忘れるなんてことがあるのか。ポニテ時代が長かったからかな。私にとってポニテは体の一部だったんだ。そうは忘れられないんだぜ。その体の一部を君は家のキーで引きちぎったのか。自転車のキーの方が良かったですかね。何が良かったんだ。あ、そう、切れ味ですかね。そもそも君は自転車に乗るのか。ズンズン、自転車は兄ちゃんの乗り物です。走った方が早いもん。本当勢いだけの受け答えだな君は。あ、でも君がここで着ている服って自転車用チャージなんだよな。そうだですよ。だぜっすよ。どんな敬語だ。だぜとですよが混じったぜ。自転車に乗らないのに自転車用チャージを持っているのか。ジャージ好きすぎるだろ。いやいや、カンバル先生、ジャージは好きとか嫌いとかじゃないですよ。ジャージはジャージです。聞こうか。君はどうしてジャージがそんなに好きなのかな。だから好きとか嫌いとかじゃないんですって。強いて言えばジャージのジャーンって感じの名前が好きなんです。想像を絶する浅さだったな。だと思えばこのシーンの君の深さもまた想像を絶する。死ねるよって。死生観が羽川先輩並みのハードさだ。翼さんってそうなんだ。まあニュアンスは結構違うし、あの人の場合は、あ、いや、画面に出ていない人の話をするのは良くないかな。下手をすればお前が言うなという話になりかねないし。イエーイ、翼